5月28日火曜日、南伊勢町内で命の駅伝が行われました。命の駅伝はがん研究の重要性を伝え、その研究を支援するための募金活動を目的に毎年開催されており、がん治療や予防の研究者を支援して社会全体でがんと戦うという活動趣旨のもと行われるイベントです。当日は雨が降りしきる中、命の駅伝の上りを担いだ多くのランナーが町内を力強く走りました。駅伝の途中、ランナーたちは活動に賛同する役場の南西庁舎に立ち寄り、町長をはじめ多くの役場職員らに拍手で迎えられました。また命の駅伝の活動趣旨に賛同する方々から集まった募金が入った募金箱も小山匠町長より駅伝の代表の方に手渡されました。その場で駅伝のタオルなども販売され、購入する職員も見られました。今日は嬉しいです、ね、南伊勢まで来た甲斐があったな。旧社の方でこの命の駅伝の活動により集められた募金は、がん研究を進めている財政難の地方の大学や大学病院などに寄付され、今後のがん研究に生かされるということです。で、私たちのその命の駅伝というのはこう、三重県全域、まあ、和歌山県1市4町も含めるんですけれども、そこに1ヶ月前に募金箱を預けます。そしてそれを走っていただきに上がろうというのが命の駅伝のそもそもの形でございます。これというのもがんという非常にこう半世紀にわたって日本の死亡原因の1位を占めているこの対して、そのがん その当事者とその家族だけがそのに対しての思いを強くするんじゃなくて、我々そうでないものも一緒になって戦えるような形はないものかと、これが私たちは研究者を応援してそのがんを克服していこうという運動を展開していこうという形でこの運動をやっております。どうぞ南伊勢町の皆さんもぜひご協力、ご支援よろしくお願いします。この活動についてのお問い合わせは命の駅伝実行委員会までご連絡ください。